ロケーションはいいんやけどね。ニルキー釣りチャンネル、旦那です。今日はサーフで妻と二人釣りをやっていきたいと思います。現在の天候は晴れ、気温は18度で水温は19度となります。今日なんですけど、夫婦ともどもアジ狙いのエントサビキと、あと私の方はそれに加えてキス狙いのちょい投げもやっていきたいと思います。仕掛けなんですけど、妻はハヤブサの発光プランクトン、ケイトと発光トゥローのついた針8号、針巣2号、それと青の LED 水中ライト。私は高宮の大量サビキ、カラー白の目入りの7号、針巣2号、それと緑の水中ライトでやっていきます。それと今回も沈むと色が変わる浮きを使ってやっていくんですけど、波があるサーフなんで、今回はその機能を使わずにセンサーをキャンセルしてやっていきたいと思います。あとこちらのハピソンの蓄光器をつどつど照射しながら超過を上げていけたらと思っています。今回初めてのサーフでの演奏サビキなので勝手がわからないんですけど、とりあえず棚を浅くしてできるだけ演奏してやっていこうと思います。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。それでは始めていきます。ゴーゴー。お、うまい。尺を照射しますか。私したけど。やった。そこまで行ったらもう頭ぐらいまで来るよね。ちょっとじゃあ俺は深く締める。ロケーションはいいんやけどね。あんまり見かけないやん。ルーフ。
ハイドアップ。フグダンじゃない？フグダンしてるよ。フグじゃないでくれ。このシルエットをタブちゃんが、ね、はい、スマホのチャンネルと。ダブフグゲット、ちょい投げでダブフグゲットです。ちょい投げにまで来ると、現在6匹なんですけど、結局持ち帰れるお魚さんが釣れませんでした。もう少しいようかなと思ったんですけど、今日の夜またリベンジするということで、これで納棺にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってもらえたら、チャンネル登録、高評価、Twitter フォロー、いいねボタンよろしくお願いします。またね。本日の投稿結果だよ。リルキー釣りチャンネル、旦那です。今回遠浅サーフでエントサビキをやってみたんですけど、夫婦ともども残念な結果に終わりましたね。釣り始めは満潮で棚も取れていていい感じに釣りができたんですけど、潮が引いて棚が浅くなっていくにつれて息が立たなくなってですね、せっかくの浅間攻めなのに釣りにならない状況となりましたね。今回水深が浅くて下カゴがそこについた状態になってたせいで、餌が放出されなかったり、仕掛けを潮の流れに乗せれなかったり、浮きが寝ちゃって当たりが取りにくかったり、いろいろ問題ありでしたね。魚影を求めるなら干潮の時にウェーダーを着用して海に入って遠浅の先の深めの部分にキャストするのがいいんでしょうけど、初心者夫婦には安全面を考えると難しく感じますね。なので次やるならこんな条件ですかね。1つ目、満潮時を狙う。マズメと重なればベストですね。2つ目、上籠仕様にする。3つ目、ショートサビキを使う。4つ目、追い風の時を狙って風の力で遠投する。海に入らずに安全に遠投ができて、そこそこ棚が取れますし、浮きがちゃんと立って餌の放出もできて、投げサビキという釣りが成立していい釣果を望めそうな気がします。あとはお魚さんがいればなんですけど、いつかこんな条件で遠浅サーフの投げサビキをリベンジしたいと思います。